やらなければいけないんだ。俺が。俺の覚悟を見せてやる。まずは俺が相手だ。修行で少しは強くなったところを見せてみろ。はい、父さん。ファイナルフラッシュ。どうした？ザマスやブラックと戦った時はこの程度の力ではなかったはずだ。自分の意志で怒りを爆発させてみせろ。己の限界を超えるパワーを引き出せ。はい。こっちだ。次は俺が行かせてもらおう。まさか後半さんの師匠であるピッコロさんとこうして手合わせできるなんて。そういえば未来の世界のご飯はお前の師匠だったな。せっかくの機会だ。ご飯から教わった魔族の技を鍛え直してやろう。本家本元の魔族の技でな。最後は僕ですね。それにしてもすごく強くなってますね、トランクさん。僕は学業に集中していた間もずっと修行を続けていたんだ。いえ、俺なんかまだまだです。こんな機会めったにありません。全力のパワーでお願いします、ご飯さん。はい。すごいな、トランクさん。全然かなわないや。ここまでですね。負けました、トランクさん。いえ、戦っている時にご飯さんの内から秘められたパワーを感じていましたよ。もしもその力を使われていたら、正直どうなっていたか。いや、力を解放できていたとしても今のトランクさんに勝てていたかどうか。本当に強くなったんですね、トランクさん。ご飯さん、俺は世界を